この国をいいところに、もっと素晴らしいところに。翼の塔です、ありがとう。翼の塔です、頑張って。皆さんこんにちは、今日も始まりました、黒川敦彦のチャンネル翼。今日のテーマは米インフレは深刻、追い込まれる FRB、 日本の株価でございます。はい、ついにですね、まあこのチャンネルでもずっと言ってまいりましたけれども、 FRB も今年の物価上昇はもうなると、まあ金融関係者全体がですね、まあ、インフレ、まあ、要するに物価上昇ですから、インフレはするぞと。で、FRB もインフレはすると、まあ、言っています。しかし、FRB も制御不能ではないよと、言っています。まあ、制御不能だとは言えませんよね。インフレすることは決定。問題は制御不能かどうかでございます。はい、まあ一段階進んだわけですね。まあインフレは明らかだと、私は明らかに制御不能だと思っています。はい、これはまあもう何度も言ってきましたが、無制限の金融緩和をする限りインフレは加速するしかないんですね。しかし金融緩和をやめれば金融バブルが崩壊するんですね。金融緩和は麻薬なので、どんどんハイドーズになるしかないということでですね、すでにインフレはもう制御不能状況に陥っていると。どう制御するんですかね。金融緩和やめられないんですから、制御できないですよね。まあ金融緩和は本当はやめてですね、膨らんだバブルを一回解消してですね、世界の経済を立て直すべきなんですけれども、まあ、やらないでしょうね。このまんま金融緩和を続けるしかないと。ドルがインフレするということはどうなるかというとですね、これはもう本当に比喩ではなく世界の終わりだということなんです。基軸通貨のドルが崩壊するんですから、これ誰も逃げられないんですね。ありえないような混乱が起こると。最悪世界大戦になると。僕はなんか今の情勢を見ているとですね、まあまあ、世界大戦の方向、っぽいなぁと、残念ながら思っております。まあ近々ですね、いくつか動画を出しますけれども、まあ米中の関係及びその周り、中東とかロシアとかですね、まあ明らかにいろんな組み替えというかですね、まあ戦争に向けて動いてますね。で、多分戦争したいんでしょうね。ロスチャイルド的な人たちはね。まあ、自分たちは死なないから。まあ死なないでしょうね、確かにね。なりそうですね。しかし、ドルがインフレしてもですね、2023年頃までは大きな異変はありません。ゆでガエルだ、ゆでガエルだと、まあなんとなく言ってますが、ゆでガエルです。気づいた時には茹で上がっているということです。2025年頃にインフレは明らかになります。まだ2021年ですよね。今2021年で、まあインフレするかな、でも大丈夫だよ、制御できるよって言っていてですね、まあ2年ぐらい経つとですね、あ、これやっぱ制御できないんじゃないですかね、と。で、2025年ぐらいに、あ、もうこれは制御できない、やばい、となると。しかし、もう、打つ手ありませんから、やめられないんですね、金融緩和。2027年ぐらいまで、まあ、ずん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 行くとですね、さすがにインフレはもう加速していきますので、指数関数的に行きますから、2027年ぐらいにはですね、ああまあ、どうしようもなくなります。で、さすがに世界中の知識層がですね、気づきますが、手遅れです。手遅れです。なので、そっから3年ぐらい経つとですね、想像を絶するようなカオスが世界中に
蔓延します。もうちょっと何が起こるか分かりません。最悪世界大戦へ向かうということですね。そのカオスの中からですね、はい、まあすぐ戦争が起こるとまではですね、世界大戦になるとまでは僕も思いませんが、2030年ぐらいこのまんまの流れでいくと多分そうなりますね。なのでもう今すぐ生き方を見直した方がいいと、まあ、去年から何度も申し上げております。私は一回ですね、2008年のリーマンショックの時点で生き方を一回改めました。そして今ここに立っています。私何度も何度もですね、このチャンネルで生き方を見直して今すぐ見直した方がいいと言いました。皆さんいかがでしょうか。何か行動してきたこの一年でしたでしょうか。難しいです、生き方を変えるというのは。まあ我々の党のことであれでございますけれども、まあ、例えばですね、スーザンこと須崎議員はですね、まあやっぱり自分の仕事を捨ててですね、政治の道に入ると決めて、まあ何にも知らないとこから10ヶ月で市議会議員になりました。で今、まあこの翼の党の幹事長、本当にナンバー2でございます。でも、そういう人が少ないです。別にみんながみんな議員になる必要はございません。何でもいいんです。でも、今持ってるものをですね、一回こう、バーンと捨てないとですね、無理です。はい。私は一回、2008年の時点で捨てました。そして、まあ、先日ですね、翼の党存亡の危機という動画も出させていただきましたけれども、今まあいろんな意味で私たちも新しいチャレンジをして体質を変えているところでございます。私たちも2021年また農業を始めました。まだまだ小さいでございますけれども。そして新しいチャンネルも立ち上げました。なぜならば何もしなければ確実に死ぬと。本当に死ぬと。私は危機を持ってですね、この10年間やってきました。やっぱり予想通りになっています。やばい。お金というのは法律です。お金というのは契約、法律なんです。ということはですね、法律は政治が変われば法律を変えられますので、金融経済というのは変えることができます。しかしですね、中央銀行制度を変えなければいけないと言っている政党は、うちの党だけでございます。つまり、絶望的に政治家も民衆も問題の本質に気づいていないということでございます。何を変えなければならないか分かっていなければですね、いくら労力を投下してもですね、何にもなりません。自民党は CIA が作った政党ですし、野党も、まあ、労働組合、まあ、結局のところ、国際金融資本、コミンテルン的な人たちが作った政治運動ですね。そういう人たちが中央銀行制度を変えることはありません。狙いが間違っていたらですね、何をやっても意味がありません。中央銀行制度を変えないといけないんです。もう一回、まあ、ようやく米インフレの話に戻ります。今大騒ぎになっているのはですね、この米国の期待インフレ率というものがですね、もうずん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 上がっていると。これどうしようもないぞと。まあ、期待インフレ率でございますから、将来インフレになる可能性があることだということなんですけど、まあ、多くの金融関係者及び FRB の、金融専門家たちも、これはもう実体経済が実際にインフレに向かうと。まあ、そう、もう覚悟したと。実体経済が停滞していますね、まだコロナで。その状態でインフレするというのはですね、スタグフレーションでございますから、経済で習ったですね。これは悪性のインフレでございます。これは、米国の政策金利です。
下が10年ものの国債の利回りです。実際の利回りです。これも大騒ぎになっています。金利が上がっていると言ってるんです。国債の金利が上がっているぞと。国債の金利が上がっているというのはですね、国債の価格が下落しているということです。つまり国債買いたくないんですね。これ本来はですね、政策金利は金融緩和してゼロ付近なんですから、上がっちゃ困るんですね。普通はこのようにですね、政策金利の政策誘導にある程度従って動いてくれるはずなんです。ついに動いていないと。レバーが折れてるぞということなんです。舵が折れたと。ハンドル取れたと。そういう状態です。事故るしかありません。政策金利と一致しないんですから、政策が効かないということですから、制御不能だということです。制御不能です。ちょっと他国の話になりますけれども、トルコリラ、今暴落しています。ちょっと来週トルコリラ特集やりますけれども、インフレガンガン進んでいます。ガンガン進んでいます。トルコやばいよって何度か動画出しましたけれども、まあ、もう、破綻にこのまま行くんでしょう。まあ、トルコが破綻するとですね、まあ、それはちょっとまたトルコ特集でやりますけれども、まあそれは世界中に波及します。まあ、しかし、それをもう金融緩和で止めます。まあそういうことがこれからいろんなところで起こります。そして、ドルが死にます。はい。トルコリラも大きな引き金になるでしょう。ドルインデックスというのがございます。これも動画の中で何度か出しましたけれども、まあ、明らかに、まあ今ここのポイントでございますけれども、これ長期的にですね、ずーっと下がってるんです。ドルインデックスっていうのは、ドルと他の通貨のですね、総合的にドルがどのぐらい強いかという一つの指標です。つまり、まあ、ドルが供給過剰なのはもう明らかなんですけど、ドルが下がり続けていると。まあそれもドルのインフレに、まあ、要素として関わってくると。ドルがずっと下がっているということはですね、つまり、ドルに関わっているだけで損をしているということです。これどういうことでしょうか？世界の基軸通貨はドルです。世界で生きているだけで損をしているということです。皆さんも、ドルの上で生きてます。はい。ドルと円の関係において、ドルの上で生きています。ドルがずーっと下がってるということはですね、皆さんはずーっと損をしているということです。逆に言うと、米国はずーっと得をしてきたと。これが、米国が豊かだった根本的な仕組みです。まあ、それが基軸通貨という仕組みですね。その後ろ側にある中央銀行制度を運営してきた人たちがずーっと儲かっているということですね。それが金融バブルをもう極限まで起こしてしまったと。まだ起こしていると。もうどうしようもないぞということです。基軸通貨ドルのハイパーインフレはもう本当にやばいんです。でももう止められないと思います。しかし、まあタイトルにもございました。じゃあ株価どうなるんですかというとですね。まあこれは、私はおそらく、だらだら上がり続けると思っています。まあ、しばらく下がらないよという動画は、まあ何度も出してきましたけれども、これどうもですね、このまんま上がり続けるんじゃないですかね。上がり続けるっていうと、買わないようにしましょうね、もうね。うちのチャンネルではですね、株は上がるが買うなと申し上げてきました。生き方を変えるべきだと。金融バブルに乗っかってもですね、それはいつか弾けますから。いや、弾ける前に売ったらいいんだろう。そういう問題ではございません。麻薬中毒になる前ぐらいで麻薬やめたらいいんだろう。だって気持ちいいもん。やりますか？やっちゃいけませんよね。同じ話ですよ。金融緩和は最後まで続くので、今の仕組みを見ていると、だらだら上がり続ける。ぞと、これは。恐ろしいことですね。
まあその他の金融商品もだらだら上がり続けます。急激には上がりませんけれども、だらだら上がり続けます。なんじゃこりゃ。でも実体経済はボロボロになります。皆さんの所得は下がります。もうむちゃくちゃでございます。で、何をしたらいいんでしょうかと。ね。やばいやばいと申し上げました。生き方を変えるべきだと申し上げました。何をしたらいいんでしょうか。すぐに生き方が変えられないと。二つ、できることがございます。スクワットしてください。あと、全力疾走してください。ふざけるなと。ふざけておりません。私はまあ真剣にこの二つできると思ってます。私自身もやっております。心肺と筋肉を鍛えてくださいと。バカかと。違うんですよ。生き方を見直す。私たちがですね、新チャンネルの原点回帰というのを立ち上げたのはですね、本当に違う意味でですね、皆さんと一緒に世直しをしたいからだということなんです。原点回帰の原点というのはですね、自分に立ち返っていくということなんですけれども、自分というのはですね、やっぱり心と体なんですね。立候補、そんないきなり難しいですよね。仕事を辞める、怖いですよね。わかります。本当は、この二つ、やってください。別に立候補しなくてもいいです。今の仕事で自分が生き残れると確信がある人は続けてください。でも多くの人は、やめて、新しい道を探してください。難しいと思います。なので、せめて、心と体を鍛えてください。お金かかりません。リスクありません。リスク本当にありません。いいことしかありません。体、健康を取り戻す。健康を取り戻すのはですね、まあなんかオーガニック食品、まあもちろんそれも大事なんですけれども、やっぱりですね、心肺機能を鍛える、筋力を鍛える、これはですね、必須だと思います。私、去年からですね、自分自身にですね、それを取り組んでみまして、本当にいいです。やっぱり気持ちも変わってきました。別に私、後ろ向きではございませんでしたけれども、より前向きになりました。ぜひですね、本当にやってみてほしいんです。スクワットと全力疾走。月曜から金曜、この後22時からですね、新チャンネル原点回帰、毎日放送しております。皆さんのなんかそういう体や心を鍛えるきっかけになればと思いですね、エンターテインメントな動画を出しております。見るの楽です。別にそんな悲壮な感じはないと思います。下にですね、URL 貼っていますので、今日も、ちょっとすいません、22時に出せないかもしれませんが、今日、追い込まれておりますが、今日も出しますので、ぜひご覧ください。日本の医療費は90兆円。これもう国が滅ぶレベルだと。若者や経済や国防に、投資できていません、日本は。愛国者の方はとにかく心身を鍛え直してほしいというのがですね、そういうムーブメントを作っていきたいのです。先日久しぶりにですね、一睡会の木村さんと、まあなんか打ち合わせをしたらですね、すげえいいね黒川くん、目の付けどころが、なんか大盛り上がりいたしましてですね、そうだ、まあ愛国者は心身を鍛え直そうねという話になったんですけれども、これ、私、すごく間違ってない取り組みだと思っています。いきなり仕事を辞められなくても、いきなり立候補できなくても、心身を鍛えたその先にですね、今回の金融危機で生き残る道があると、真剣にそのように思っております。なのでですね、本当にお金がかかりませんし、リスクありませんから、スクワットと全力疾走、ぜひですね、取り組んでみていただきたいです。スクワットはもう動画にしておりますし、全力疾走もですね、予定が変わらなければ明日ですね、全力疾走出してみたいと思います動画、ぜひご覧ください。本日の解説は以上でございます。
中央銀行制度の抜本的見直しが必要だと毎日訴えてきました。信用創造する権利の民主化をするということが大事だと。過去動画に関係する動画たくさん上げておりますので、ご興味を持っていただいたらキーワード検索などして過去動画ご覧ください。よろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。